ピラノっていう素材を使ったアイテムっていうのはこのビッグラウンド、まあ、池田工芸でいう一番大きなお財布だったんですよね。この中にも入ることを想定して大きさを考えてます。でその中のスペースにちょっと入れてみます。まあ、こういう感じですよね。閉じていただけます。これを単体で使っていただくことがまず大前提なんですけれども、その方の自由意志でね、いろんな楽しみ方ができると思うので、このビッグラウンドの使い方もこれを入れるためにものを少なくアレンジするという形でセットで持っていただくと、すごくいろんな楽しみ方をしていただけるかもしれないです。